自己紹介をお願いします。個別教室のトライ宝塚駅前校関西学院大学4年生森田晴人です。トライで働き始めたきっかけを教えてください。はい、やればできるを教えるためです。僕はもともと中学高校の時に勉強につまずいており、勉強に対する意欲もあまりありませんでした。そこで家庭教師の先生に勉強のやり方を教えてもらってから、やった分だけ返ってくるということを学んだので、これを誰かに伝えたいなと思い、トライで講師を始めました。